はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、初めの一歩、ファイティングソウル動画撮ると思います。ということでね、大型アップデート、大型化アップデートが来ましたよということで、なんかね、剣玉の、進化上限解放とか、ステータスの情報修正、絆の、進化上限解放とか、絆システム追加なんかがあったみたいですね。まあちょっとね、詳しくチェックするとか、そういうことではないんだけど、まあアップデートの記念プレゼントなんかもあるんで、これはちょっと取り逃さずに回収した方がいいかなというのと、これ気づいたのがね、今23時47分なんですが、なんか6時にアップデートあったみたいなんだけど、アップデート記念で、23時59分まで1回無料ということでね、これね、今気づいたから危なかったっていうね。なんでこれからちょっと引こうと思うんですが、アップデートの記念プレゼントの方で、こちらの熱拳ガチャですね。こちらのガチャ券が何枚かもらえているので、これ回すとね、こっちがね、モードが変わったり、今までの経験上するので、あ、ちょっと待って、ビッグアップ選んでないと引けなくなっちゃうから、先に選んでおきましょうか。というわけで、まぁ、ちょっとね、慌てて、まぁ、もらったチケットをまず引いて、それからね、こっちのガチャ無料分引いていってみようかなと、そんな感じですね。さあ、OK、とりあえずピックアップは選びましたよと。なのでじゃあ先に、ね、チケットを使ってこちらのガチャを回して、あっちのねモードが変わるかどうか、ちょっとやってみましょう。4枚あるんでこれに関してはね一度に引かずに、無料ガチャが来た時にねモード変わるかチェックしてみたいかなという感じですね。まあただねこれでモード変わってたのって今までねクリスマスとか1周年とかで来てたガチャだった気がするから、あれがちゃんと変わるかはちょっとよくわかんないところなんだけど、まあ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 いいでしょう。とりあえず一発、これを引いてみましたよと。はい、あれ変わんないな。まあだからやっぱりあれか、これは変わんないのかな。攻撃ガチャスプリームですね。こちらに関してはちょっと今までのやつとちょっと仕様違うのかもしれないんで、まあじゃあ無料分ちょっと引きますかって感じですかね。行きましょう。さあ、でこれ以外に攻撃ガチャのチケットみたいなのも配られてたので、まあ一応追撃がねできないわけではないのかなとも思うんだけど、今月いっぱいはね回せると思うんで少し貯めておくのもありかなみたいなところだから、まあどうしよっかなという感じですね。はい、さあこれでおっと極み、攻撃モードっていうのに変わりましたね。ほい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 。そうだからアップデート記念で配られた攻撃ガチャのチケットで、引けるんだよな。極みモードって一番下のやつか。これじゃあちょっと追撃してみましょうか。今回このまま行きましょう。37万枚あるので、まあこれがね37剣石と一緒なんでね、30万分チケット使って引いてみましょう。いけ。さてどうよ。まあ無料分はねあんまり収穫なかったんで、ここでおっと赤弁当多いね。はい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 。さあここから、まあでもあれか、みんな記念系か。一応、ゲドウさんとランディのユニゾンが来ましたね。はい、ということで、まあ今回はこの辺にしておくかってとこですね。まあとりあえず一括進化でできるやつは、くっつけて、あ、高村さんの天井が上がったから、今までね10まででダメだったのが、くっつけられるようになってますね。 OKOK、 これも、一緒にくっつけておきましょう。さらに、こっちも、上げられますね。はい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 。高村さんとの出会いのね、信じてます高村との出会い。さらにスマッシュ全日本新人王戦、こちらもレベルアップできますね。100系いきそうだな。
千日記念も上がるようになったのか。あ、なったなった、レベル5までいけますね。じゃあくっつけちゃいましょう。 OK。 よし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 、あとはなんかあるかな。とりあえずこんなもんですかね。あれ、ちょっと待って、このゆきさんはちょっと待って、こっちに本体が、あ、いた。あー、でも上がんないのか。なるほどね。とりあえずくっつけておきましょう。あとは、あとはちょっと待って、宮田の親父か。宮田の親父宮田の親父の本体どこだ。いた。こちらも上がりはしないけど、くっつけておくかって感じですね。こんなもんか。あ、あとあれか、ランディとゲドウは、まだくっつけてないよな。一括でくっついたか。あ、一括でくっついたのかな。ちょっと待って、あー、違う、さっちった。バイソンに触れちゃいましたが、ランディ・ゲドウは、あれどこだ。この辺じゃないのか。イラストが変わって探せてない説あれ、ランディゲドウさっき引いた気がしたけど、一括合成でくっつけられてるか。あー、いたいた、ランディゲドウ、これか。くっついてますね。なるほどね。 OK。 じゃあ今回くっつけられるのはこんなもんですね、きっと。で、絆が上がりますよと。次は俺の番だ。宮田くんと一歩のやつですね。こちらが、いくつか進めますね。 OK。 さらに、互いの距離感、久美ちゃんと一歩のやつ上がりました。受け継がれる石が、いくつか上がりますね。 OKOKOK。 100いくかな。 100K いけそうな、いけなそうな、微妙なラインだ。今回のアップデートのパワーアップで言ってくれればキリがいい感じはするけどね。ちょっと届かないのかな、どうだろう。あと 3K、 まあ 2.3K ぐらいだけど、行くかな。まだ絆上がりますね。さあ、でも30兆とかしか上がんない。30兆ってめちゃくちゃでかい数字だと思うんだけど、インフレしすぎてて全然誤差の範囲に収まっちゃってるっていう。マンハッタンデーモンキングヤギちゃんとのやつで、まさかの。なるほどなるほど。でボクシングとの出会いも、新しい絆になってますよということですね。男の名はジュニア、ランディ、ほい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 。似て非なるもの、あ、似て非なるもの、なんかめちゃめちゃ上昇率上がってない？ 34.28% で、ここまでか。はいはいはい。98.69K ということで、 100K にはちょっと至らなかったね。そうだな、まあ他をちょっとパワーアップさせて、もしかしたら届くのかどうかっていうとこだけど、
ここちょっと鍛えますか、なんか新しいウェアが来ちゃったから今更ちょっと鍛えにくいんだけど、まあでも25まで上げられてないから上げていってもいいかなという感じですね。まあオーマのボクサーウェア緑ちょっとレベルアップしましょう。お、 100K 届いた。 OKOK キリがいいね。はい、ということで、まあ今回はこんなところかな。実戦総合力もかなりキリのいい数字にできたので、まあ良かったかなという感じですね。で、ちょっとねこっちのガチャは一旦取っておこうかなと。チケットね、またなんかこっちを回すとなんか他のやつのモードが変わるみたいな、ことがあるかもしれないので、熱拳ガチャに関してはチケットちょっと取っておこうかなと思います。そんなところかな。まああとこのポイントとかリングの光とか関連メダルのガチャみたいなやつは別にいつ回しちゃってもいいと思うんだけど、ちょっと今回してみるか。これに関してはね、何かしらの強化ポイントが出るっていうだけだと思うんで、別に動画で撮ることもないかなとは思ってたんだけど、いやいやいや、単発なのかよ、しかもそういう感じね。なんだよこれはっていうね。ちょっとタンポポの綿毛みたいなリングの光ですけど、まあこんな感じで、各種強化ポイントが手に入る、チケットなんかもね、なんか何かで配られてたんで受け取って、回しちゃいましょうということかな。はい、ということで、まあ、今回はねなんかアップデート記念で、引ける無料ガチャとかを、回してみましたよと。で、まあいろいろくっつけてみた結果、メインのねデッキの実戦総合力がキリよく 100K に到達いたしましたと。いうことで、まあ、今回はねこの日付変わった、ちょっと待って、日付変わるんだったら、ログインボーナス受け取っておきますか。攻撃ガチャ、あ、そうだ、さっきのねリングの光とかのやつは、ログインボーナスここでもらえたんですね。はい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 。で、対抗戦1111万突破記念とゾロ目の非セカンド特別ログインボーナスということで、攻撃ガチャチケットがまたもらえるよと。ほい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 、なるほど。まあなんかここの運営はねゾロ目めちゃくちゃ好きなんで、並々ならぬこだわりをゾロ目に感じるんだけど、ゾロ目の日ステップアップガチャっていうのが、さらに来たみたいですね。はい、ということで、まあ、今回はねここまでにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。